はい、皆さん参りましょう。ラーメンが食いたい、味噌ラーメンが、味噌ラーメンが食いたい。でもちょっと凝ってるね、今日作り方がね。こんないつもね、ちゃんとした飯なんか食わないからね。いつも、これ玉ねぎってどこまで剥けばいいのこれ。どこまで剥けばいいの、ここ食えんのこれ。とどめ。硬いとことどめ。ちょっと落っこちちゃった。はい、油いっぱい入れます。はい、窓開ける。まずね、玉ねぎを炒めましょう。もう適当よ、細かいことは適当だね。塗るうちから入れてもいいな、めんどくせえからもうね。こういうのは細かいことは気にすることないよね。火加減は今日、はい、もやしも入れるよ、これもやしもね。 OK、日清ラオウ食うか。日清ラオウの餅、味噌ラーメンだね。これプラスね、料亭の味ね。肉入れるか、ちょっと肉。ね、ちょっと余った牛、なんだっけ、あれあるか、ちょっと入れちゃう、これ。よし。あんまり入れなくていいな、朝からね。ちょっとでいいよね、ちょっとでね。味噌入れるんだよ、味噌ね。これスプーン洗いましょう、スプーン洗おう。みんなち、もったいないからね。結構みんなこれ入れちゃっていつんだよね、ここでね、早めにね。もう火止めろって書いてあるけど、火なんか止めない、めんどくさい。カレーの時はやっぱり固まっちゃうからね。抜けちゃえ、ケーランね。ケーラン抜けちゃえ。OK。ちょっと食いすぎだな、朝からな。ちょっと朝からこれやりすぎだね。あ？ちょっと茹ですぎの麺がいい。おじさんの胃には、おじさんの胃、ちょっと茹ですぎだろうぐらいがちょうどいいや。OK。卵どっか行っちゃった。卵どっか行っちゃったね。ね、はい、OK。はい、できた。はい。無塩バターはいらねえな。ね、ちょっと塩分多すぎかな。汗かいた、昨日はね。ちょっと暑くて食えないね、これね。ちょっと食えないよ、暑くて。ちょっと暑くて食えないよ、ほら。ちょっと熱くて食えないよ、これ。うん、熱い、熱いけどうまい。やけどする。意外とあれだね、意外と薄まってる、塩分が。
味噌入れたからどうかなと思ったけど、大丈夫だな、あのぐらいだったね。うん、熱っ。